せーの、マグネット。マグネットアカデミーのミサキングです。キムです。ミナマルです。アートです。パラダイスです。バルです。諸事情で、一緒に撮影がみんなと一緒にできなかったので、こうやって別撮りで撮らせていただいてます。申し訳ないです。今日は、おばちゃん決定戦です。みんなどうですか？どうですか？今回はパラダイスの方が問題を考えてきてくれているので、今回参加はしない、ここにはいないんですけど、動画とか送ってくれたので、みんなでそれに答えていきたいと思います。みんなも一緒に考えてください。パラダイスが出す問題に答えてもらって、一番答えれなかった人がおバカ認定ということで、認定された子には罰ゲームが用意されています。ストッキングを使って変顔をしながら TikTok 撮ってもらいます。イエーイ、みんな罰ゲームにならないように頑張ってね。最悪だ。最悪だ。最悪だ。では早速問題に移っていきます。最初の問題は数学です。第1問目、カッコ3プラス3カッコ閉じかける0イコール何。この問題は答えてください。どっちか。私は何て言ってるのか全然聞こえなかった。せーの、はい、あ、みんなゼロだ。いいじゃん、みんな絶対これはみんな一緒だから食べてるな。それじゃあ、バルの1問目はゼロです。いや、3とかね、引っ掛けだね、ちょっとね。これはさすがにバルもわかる。かけるゼロしたらもう全部ゼロになるってことを学んでる。答え、こちら、でる、ゼロです。イエーイ。ゼロ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 は何にかけてもゼロになります。続きまして、次の問題、こちら、でる、円周率の値を求めてください。この問題もわかるかな？これも簡単か。お願いします。円周率の値。計算。3.15123456789010みたいな感じだったような気がします。はい、なんか長かったよね。なんか永遠に続くみたいなこと言ってたような気がする。答えはこちら、ドゥドゥン、3.14です。イエーイ。3.14、間違えた。あれ、え、3.14なの？間違えました。続きまして、次の問題。3の2乗。これ、答えてください。わかるわかるわかるよ。3の2乗でしょ？それもわかる。せーの。あ、やばい、違う違う。いいね、いいね。答えが欲しかったら、答えが欲だったらこっちあってくれ。やば。はい、3問目。3の2乗は、これだ。9。9ですね。わかんないですけど。3の2乗は、3が2個あって、かけなきゃいけないと思うんですよね。答えはこちら。うわー、9。3の2乗は3。
続きまして次の問題こちら。距離 30km の道のりを時速 5km で進んだ時にかかる時間は何でしょう。あ、そういうこと。もう無理。せーの、うん、おー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 バルの答えはこれだ。6時間。答えはこちら。ドゥドゥン。6時間です。続きまして次は英語の問題です。英語の問題の1問目はこちら。犬を英語で書いてください。何してんの。なー、簡単ですよ。せーの、あるんだ。それはね、それはね、ダーグ。 This is dog。 ワンワン。答えはこちら。ドッグです。ドッグです。これは簡単すぎだから、じゃあ次の問題行ってみよう。次の問題こちら。リュウ4月を英語で書いてください。はい。待って、本当に分かんない。月は無理だよ。月はせーの。あー、待って、惜しくね。惜しくない。惜しくない。最初に言った、最初に言った。え、待って、え、そんな簡単なの。なんかもっと長いの。え、しかも最初ここ L にしとった。だから E と A で書きます。あ、てか、そもそも違うじゃん。あ、そうじゃん。がない。あ、これだ。これだ。スープ、シュープ、シュープ、シュープ、スープ、スープ、スープになっちゃった。答えはこちら。ドゥドゥン。エンコらしいです。みんな、あ、すいません。エンコが全然正解です。そうだよ、エイプリルフールあるじゃん。なんでスープってなんだよ。どっから出てきたんだよ、スープって。わかんないよ。問題はこちら。沖縄の県庁所在地。漢字じゃなくていいから。漢字じゃなくてもいいから。州都と県庁所在地って何が違う。愛知名古屋。さっきあんたが言ってた感じだよ。あああのね、東京渋谷とかのね。あなた死ぬんだけど。え、でも漢字わかんないなこれ。沖縄の県庁所在地だと、ちょっとわかんない、どうしよう。せーの。おお。いいね。知ってるな。沖縄の県庁所在地。はい。でれん。南沖島。県庁所在地って何？まず言えない。正解は那覇でーす。あ、え、みんな那覇出た。そう、那覇です。わからないでしょ。多分みんなも答えられてないでしょ、これ。ねえ。そうでしょ？そうって言ってよ。次の問題、こちら。金閣寺を作った人は誰でしょうか？誰だよ。古い人の名前言うんだよ。あ、なんか、古い人の名前が、この人ぐらいしかわからないっていう。金閣寺を作ったのは、この方だ！あなの妹か。あなの妹か。あなの妹か。自信ある人最初に言ってます。ない。ない。一番ない。いきますよ。清少納言。え、でも待って。なんか簡単だな。違うよね、多分ね。いや、何だっけ？その正解を知らない。もしかしたら合ってるかもしれない。次。来るのか。誰？初めて聞いたね。え、でも、ウリアだったやつじゃん。じゃあ違うじゃん。じゃあ違うじゃん。こんな感じの人かなって。足利義満。え、僕ら渋い。もう、ヤバっぽいよ。ほら、あ、ちょっと楽しかった。足利義満。
おそのなの大丈夫だ絶対違う答えはこれ足利義しめすごくない？やばくね？適当に言ったんだけどやばい待って漢字まだ漢字まだあってるやばいわイエーイ誰次の問題はこれ世界で一番大きい山は何でしょうあでもこれを答えて世界で、はい、世界あワールドかワールドかボヤハート意外と自信あるかもしれない山なんこれ外来しか聞いたことないもんな、うん、山知らない、うん、あその名前だけ聞いてます一番でかかった気がするしかも一番でかいから覚えてるんだと思う、うんうん、あなるほどねせーのしばき倒す世界で一番大きい山はエベレストですエベレストです、日本で一番大きい山はちなみに富士山ですエベレスト次は一般常識の問題ですでで今の千円札の人は誰でしょう誰で答えてください万札しかわからない今のまた。はい。言います。せーの。待って。福住印。ウルトラマンシーズン。え、ようかどうか分かんなかったもん。でも秀ってこれでしょ。え、知らない。見てます。ほら、秀樹じゃない。秀樹。え、岡ようだよね。岡よ。え、結構自信あったの。やめて。秀樹ね。やめて。千円ちょうだい。これ当てたら1000円ちょうだいてててお札の人はてれん豊臣秀吉さんあなたですよね答えはこちら野口英世さんです次の問題はこちら猫に小判の意味を答えてください、はい、猫に小判これはわかるよ説明を兼ねて一人ずつじゃ出してきますね、うん可愛い子にはお小遣いでもそのまま豚に新一もなしてる豚に新一ってさ、なんか似合ってないんだよって言うのかなそう、うちもそう思った別にそれはそういうのって逆になっちゃうはい猫は幸せを運ぶと思うから幸せを与えるみたいな私は悪口じゃないえでもなんかさ招き猫って幸せ運ぶのいやなんかハートも招き猫の存在があるからちょっと迷ったんですよああ。どちらだよ踏まえてこれだった招き猫振り落としてるいやでもハートも無視してる猫にお金あげる価値ないおえでもハートでもそんな価値ないお金あげる価値がない逆だねいやハートも同じ感じで、ね、無駄でそのものに対して無価値なものだからハートたちは真珠とか小判をなったら嬉しいけど、うん、猫とか豚にはいないよねみたいな同じかな猫がお金持ちだからです猫がお金持ちじゃないけど猫がお金を持っててその人にお願いをすればお金持ちになれるから猫がお金を持っています正解はこちらどんな立派なものでも価値がわからないものにとっては何の値打ちがないものが正解です説明が完璧だった違うマジで猫お金持ちだと思ってた次の問題これ消防署の地図記号を答えてください知らねー消防署
書の地図記号なんてね、わかるわけがない。うん。せーの。でも考えられないですよ。これ作らないといけないの？ Y でしょ、これ。はいはい。Y でしょ。Y ってさ、ハトさん、なんかシルバーの C じゃん。で、これ C じゃん。違う。それも真ん中っぽい気がした。あ、そうなの？でも地図記号、地図記号って。これ方角じゃなかったっけ？なんか適当に書いてた。これですか？際どい。際どい、際どい。どっちから？どっちか。消防車の地図記号。でー。火が出てます。絶対違う、もうやばくない、バル。答えはこちらです。バルじゃなかった。自信あったのに。それあれでしょ、犯人捕まえるやつみたいな。学校にある棒あるよね、学校にこの棒ね、この棒ね、あるよね。では次の問題、こちら。日本初の総理大臣を答えてください。安倍総理からしか知らないよ。でも男でしょ、これは。写真見せる。写真見ても俺が見たことない。写真見て名前出てきたらやばい。あだ名つけて覚えてて。あだ名じゃなくて、そう。あー、見たことない。なんだっけ。あ、わかった。わかったかもしれない。わかんの。こんな文字いない。わかった。いきます。せーの。伊藤博文。待って。誰？伊藤博文。博文だね。いるよね。伊藤博文。これ博文？あと伊藤博文。伊藤博文。伊藤博文なら知ってるかもしれない。伊藤博文。何がね。伊藤ね。伊藤博文さんが正解です。くっそー、これ合ったね。漢字で書いてみてください。これ合ってる、漢字合ってる、合ってる、やった、合ってる、合ってる。それじゃないかな。ぐっぐっぐっしゃー。喜んだじゃん。じゃあ、書くんじゃねえ。正解です。じゃあ最後の問題です。最後の問題、こちら。今の総理大臣は誰でしょう。前喋った前喋ったのに分かんないなと。私当てちゃうけど。え、私当てちゃうけど。え、私当てちゃうけど。マウント問題だ。1個前の人は知ってんの、みんな。じゃあ結構それだけ。あれだって言ったら。めっちゃ上手だよ。安倍さん。あ、もっと前に行った。だいぶ上げすぎだろ。イリアナ君、大統領さんは安倍さん。大統領いないです。総理大臣しかいないです。大統領いないです。アメリカじゃないんです。やばすぎる。じゃあなんでさ、あんなさ大統領になろうとしてんの、みんな。してない、してない、してない。大統領になったらねえなんですか。絶対それ大事って言うよ、みんな。語呂が合ってないから。岸田勤か。岸田かなんかって勤むみたいな感じしない。やべ、あれ美咲たけし。名前、名前かっこいいですよ。いや、一文字違うって言った。石垣だよ、絶対に。あとは、鈴木茂にした。そうだな。岸田かける。かけるでその字なの。たけし。たけしだな。まあでもね、それかけるって読んでもいいかも。まあそうですよね。こんな日付のことは言ったよ。顔写真。顔写真見せてあげようか、さっき。眼鏡かけてますね。いや、分かってもないんじゃない。あ、見たのかな。全部見ましたのか、その人。
しか来てないんだよ。見たことない。三崎たけしだもんね。初めて見た。日本初の総理大臣はこの方だ。え？織田信長。織田信長。Yes。織田信長。はい。今の総理大臣はきっと豊島栄吉さんじゃないのでしょうか。こんな感じですね。豊島栄吉さん。今の総理大臣は岸田文雄さんが正解です。文雄かよ。誰もいないね。文雄だそうです。今は岸田さんだそうです。だそうですって言ってる時点でパラもわかんないんだよね、多分ね。調べたんだね、パラも。結果発表。せーの。でもいい感じ。1位。正解でした。バルがその罰ゲームを取るか、みんなが取るかのどっちかだと思うんで、5はさすがに。いやでも意外とみんなも低いかもしれない。でもまあ10は1だね。うん、みんな10だね。罰ゲームは、バルさんですね。バルさんですね。本当に間違えた。逆に何があってるのか。ここでやるしかない。ここで決めますか。まあ、いる。やるしかないなっちゃう。後日バルにもやらせます。あ、そうしよう。あ、結果2人。結果になります。まあ、実質最高のバルです。今はバルです。今は結果2人はバル。罰ゲームまで3、2、1。この動画が良かったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。